鳥尾隆子は、日本の実業家。1933年9月4日、死者鳥尾隆子の長男として、東京市小石川区に生まれる。母は、鳥尾鶴よ。学習院幼稚園に入園。嗣宮昭み親王人新能のご学友に選ばれ、昭人新王と共に幼少期を過ごす。1940年学習院初等科に入学。後に学習院中、高等科に進学。 高等時代は、ラグビー部に所属。学習院高等科卒業後、慶応義塾大学文学部に入学。その後、慶応義塾大学を中退し、いとこの、伊原高忠、黒田みはる、小坂和也、平尾正明、堀武あ等と共ともにウェスタンバンド、ワゴンマスターズ、オールスターワゴンを結成し、一大ウェスタンブームの火付け役となった。バンド脱退後は、日本ビクターに入社。 ハリー・ベラフォンテ、パッド・ブーム、ペリー・コモ、テンプテーションズ、ダイアナ・ロス、マービン・ゲイ、など、数多くの海外音楽アーティストを日本に招き、日本における洋楽の草分け的存在となる。1972年、有志と共に、伝説のチャリティーコンサート、カントリー・エクスプロージョンを日本武道館にて開催。米国より、テックス・リッター、ワンダー・ジャクソン、コニー・スミス、 など本場の人気カントリー歌手を招聘。国連ユニセフと共に貧困や食糧難で苦しむバングラデシュの子供たちの救済に貢献した。長年にわたるカントリーミュージックへの貢献が認められ、日本人で初めて全米カントリーミュージック協会理事に就任。後に米国テネシー州名誉市民となる。ビクター音楽出版社長、ビクター芸能代表取締役。 ポリドール常務取締役、渡辺音楽出版取締役などを歴任した。1990年、神奈川県葉山の自宅にて、急性心不全により死去。去年57、ありがとうございます。